会場の外に出て皆さんのことを言って5周年おめでとうの言葉を集めたいと思います。はい、ありがとうございます。ハワとひなちゃん、かわいいですよね。かわいい、YouTube を撮っています、はい、今いるかと言いますと、はい、一回題名言ってみる。あ、頑張ります。ぎょっせーの、日向坂46 5周年おめでとう横断幕サプライズ、イエーイ。すごくない？意外と合いました題名。じゃじゃーん、なんでしょう。レフ版かと思いました。正解です。あのレフ版じゃないんですけど、はい、なんか、はい、大きいね、すごい。1メートル1メートル、はい、1メートル1メートルある、はい、この布ですね、うん、これが横断幕となっておりまして、はい、ここに、うん、5回目の日向祭に来てくださったお日様の皆さんからメッセージをいただきたいなと思っておりまして、はい、そこに私たちが潜入したいなって。え、どうだろう、バレるかな。バレない気がします。でも逆にバレなかったらちょっと悲しいかも。わかります、そんな気持ち。やっぱり。え、ちょっとバレに行きたいですよね。ちょっとバレに行きたいね。バレなかったら潜入成功ということで。あ、はい、そういうことですね。そういうことみたいです。え、最後は、はい、みんなまだこのことを知らないんですよ、メンバーみんなは。そうなんですね。はい、そうなんです。だから、はい、最後はみんなにじゃーんってサプライズができるように、いっぱいお日様のね、おめでとうで埋めていただけるように、はい、私たちもスタッフさんとして頑張りたいと思います。頑張ります。では潜入開始。日向祭1日目です。今から、はい、昨日話した通りスタッフさんに恋して、はい、ですね、会場の外に出て皆さんのことを言って5周年おめでとうの言葉を集めたいと思います。はい、緊張する。結構緊張します。結構ドキドキする、ね、でも楽しみです。頑張ってください。メッセージもらいます。はい、バレないように頑張ります。行ってきます。せんや、えい。あー、でも楽しみ楽しみ、嬉しい。なんかさ、はい、そのライブ以外とかイベント以外でファンの方と会うことないじゃん。はい、だからさ、嬉しい。なんかスペシャルデーですね。確かに、やったー。なんか、どうですか、馴染んでますか。馴染んでる。本当にバレない自信しかない。緊張する。バレない、バレない、バレない、全然バレない、全然バレない。全然バレない。見向きもされないんだけど。加藤翔さん。あ、はい、
はい。え、そういうの書いてあるんですか？じゃあ、カット当て、なんかこんな感じで全然入って、はい、なんかイルコに、イルコに誰だ誰だみたいな。ありがとうございます。ありがとうございます。やったー。ありがとうございます。ありがとうございました。プリントですよね。すごい、ハルヨ、ハルヨまで書いてハルハル、おっしゃるよ、ハルヨさん、ハルヨだった。いや、めっちゃうまくいってますね。ハルヨさん、何言ってます、何言ってます、定番、定番にしてみる。キュン、キュン、あ、いいの、キュン、いいの。オッケー、鼻歌頑張る。バレるかな。いつも前々にこれ書いていただいてる時に、うん、さりげなく、さりげなく、なじませて歌ってる。はい、なんか真ん中は開けたいんで、この辺とか3人目ですよ。お願いします。今日はライブがいらっしゃるんですか？あ、はい、そうです。何の曲が好きですか？そうですね、みずちゃんお世話なんでワンチョイス。ワンチョイスいいですよ。ワンチョイス。みずちゃんの好きなところとかでもどんなところですか？そうです。お味噌汁コンビ。確かにお味噌汁コンビですね。お味噌汁コンビは好きですか？あ、いいかも、全部好きです。じゃあもう割りだけ伝えちゃってください。はい。ありがとうございます。はい、大丈夫です。ありがとうございます。お味噌汁ください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ワンチョイス。どうしようかな。どうしようか、かわいい。かわいいね。女の方、女性。日向の方かな、日向坂の方の方かな。確かに、存在コメントは。お願いします。はい。お聞きしてもいいですか？誰推しでしょうか？昨日卒業しちゃった、今日も推しだったんです。いや、昨日行ってないんですよ。あとはメイメイとか、あやかちゃんのようにしてるんですよ。そうですね。でもあやかちゃんも卒業しちゃうじゃないですか。寂しい。ちなみにじゃあ新しくなんか2期から3、4期とかこの時気になるなとか。最近は川とひなちゃん、可愛いですよね。可愛い。かわいい。かわいいですよね。はい、かわいい。嬉しい。あ、どうぞ、書いて。あ、すみません。ありがとうございます。カートでお願いします。カートで、はい、待って、嬉しい。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。はい、届けます。ありがとうございます。おめでとうございます。川田さんファンに会えました。最後川田さんも促された優しいファンの方でした。ありがとうございます。なんと成功です。すごくない？はい、結構喋ったよね。結構喋りました。意外とダメなのもんなんだ。はい、でしたね。あ、でも楽しく、うん、なんかこうやって潜入できたので、はい、よかったです。終わりました。一緒に楽しみましょうね。ね、ありがとうございました。ひな誕祭2日間終わりました。ただいま、イエーイ。この間ハルハルとお日様の元に隠れてね、コメントを集めに行ったんですけど、スタッフさんが協力してくださって。もう完成してみたいなんです。私まだ一回も見てないです。まだ何も見てない。でも私すごい、思ったよりいっぱいある。じゃーん、嬉しい。
ひらがなケーキから日向の日向坂46の今までたくさん今までたくさんの感動と思い出をありがとう。日向坂46を押すしかないって書いてます。嬉しい。ちょっと後で全部読まさせていただきます。はい、ありがとうございます。なんかわいぱい見てるか、もうちょっとこうか。じゃーん、完成しました。もうね、皆さんのたくさんの愛のこもったメッセージをいただけて本当に幸せですし、これからちょっとね、みんなに見せるのも楽しみですし、本当にね、これだけもうここに書いてくださった以外のね、お日様の皆さんの愛も今日ね、今日時の日向祭で感じられたので、私たちもお日様に恩返しができるように頑張りたいなって思いました。はい、皆さんに愛たくさん届きたいです。はい、楽しみ、みんなに見せるの楽しみ。本当に素晴らしいライブでした。スタッフの皆さんもご賞味ください。乾杯！乾杯！乾杯！すいません。あれ、ちょっといいですか？皆さんにちょっと見せたいものがありますね。スタッフさんがお茶を飲んでいて、心より願っています。ミパラブだって嬉しい。ラブ
活躍の役をひらがなで書いてる。似てますね、私と。私も役似てます。嬉しい。あ、なおちゃん来ました。なおちゃんって、紫かな。見つけた。本当だ、書いてある。本当だ。そうだ、私だっけ。でも読んでた。嬉しいよね。ありがとう。幸せです。私のファンの人とかわかるのかな。はるよちゃんも、ほのちゃん、めいめい、なのちゃん、わ、金村探したい。あ、ありがとうございます。見つけました。ありがとうございます。愛をもらったので愛で返します。失礼します。私も見たんだ全部。ちょっと一緒に一緒に一緒に見ましょう。すごい、楽しい、嬉しい。よろしくお願いします。5年目かな。5周年、6年目。嬉しい。ああ、ゆうちゃんの笑顔にいつも元気をもらっています。これからも頑張ってください。嬉しい。ありがとうございます。これからも笑顔で頑張ります。かわいい。かわいい。笑顔で。もう届いてるよ、この方に。もっと上手してる。ありがとうございました。嬉しいです。